はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、消しゴムを作ろう。僕セイキン消しゴム大好きです。まあ今までね、すごいたくさん消しゴム買ってきたんですが、ついね作り始めます。はい、レンジで簡単消しゴムを作ろうっていう商品なんですが、レンジを使って作るんですね。でジュースとハンバーガー、それからポテト、いやー美味しそうですね。はい、セット内容はこちらです。ちなみにカッターと切り引きは自分でご用意ください。では早速作りましょう。まずはハンバーガーのパンを作ります。でこれ最初の状態は、そうですね、練り消し的な感じだね。まずはね、これをカットして、そしたらこれを混ぜます。よし、いい感じの色になったんじゃない。そしたらこの型に霧吹きで水をかけます。そしたらさっきのパンの生地をこう入れて、でこれを上からかぶせればいいんでしょ。おお、これをこう取って、そしたらこう周りをこれ 取るんですね。よしよし。そしたらこのパンの下側ですね、同じように混ぜていきます。はい、次は青と黄色を混ぜてレタスの緑を作ります。よーし、なんとかできましたよ。これはまさにハンバーガーですね。結構しかもボリューミー。はい、これでハンバーガー、ジュース、ポテト、素材が完成しました。でもね、まだこれで終わりじゃないんですよ。これはね、まだ消しゴムになっておりません。まだこれだとね、練り消しですから。ではこの専用の容器にハンバーガーを入れます。でこれで水を入れます。はい、あとはね、電子レンジ500ワットで4分間加熱をします。はい、そしたらね、お湯を捨てます。次に水に入れます。そして最後の仕上げです。でこちらなんですが、説明書についていたクラフトペーパーを切ったものです。こうですね。であとはポテト、そして主役のハンバーガーをここに置けば、はい、これで完成です。さあいかがでしょうか。かなりクオリティ高くできたと思います。いやー、これペーパーをつけるとより一層本物っぽくなりますね。本当はね、このハンバーガーのゴマを4つつけたんですけど、1個取れちゃって3つになっちゃいましたが、これも味があっていいでしょう。はい、最後ね、消しゴムとしての機能を調べてみましょう。ちゃんと消えるのかどうか。ほい、おちゃんと消えますね。はい、今日はね、この消しゴムを作ろうハンバーガーのシリーズを作ってみたんですが、これ他にもケーキとかいろいろあるみたいです。実際やってみてなんですが、結構大変ですね。これね、かなり細かい作業で時間がかかります。工程も多いしね。ただやっぱりね、完成した時のこの達成感ですね、うまくできてよかったです。それではまたお会いしましょう。 See you next time。 今日のことわざ、後足で砂をかける。
世話になった人の恩を平然と裏切るばかりか、去る時にさらに迷惑をかけることです。まあ要するにね、恩を仇で返すみたいなね、そういう行為ですね。んだらさらばじゃ。 YouTube YouTube Broadcast yourself yeah YouTube YouTube 夢をつかめ YouTubeHello YouTube